鈴木直道知事デモでございます。私たち反創価学会運動というのをやっているんですけれども、統一教会と同じように創価学会というのはカルト宗教なんですけど、そう思ってない人が実は多いというのは、創価学会の方が統一教会より危険な存在だということなんですが、鈴木直道知事を知事にしたのが創価学会ですね。創価学会という宗教団体がどんな宗教団体か知っていますか？創価学会はクソカルト宗教ですから、そんな人たちの支援を受けて政治家になること自体が僕は問題だと思っております。札幌市役所、札幌市議会は立憲民主、そして自民党、公明党、鈴木直道は創価学会とズブズブだぞ。鈴木直道は創価学会とズブズブだぞ。鈴木知事で大丈夫ですか？北海道の皆さん、地域文化を生み出す鈴木知事で大丈夫ですか？北海道の皆さん、鈴木知事を信じたままで本当に大丈夫ですか？鈴木直道、北海道知事にご注意ください。皆さんこんにちは。改めまして、私翼の党の、黒川敦彦と申します。そして今回は新しい国民の運動、反鈴木直道知事デモでございます。本日お集まりいただきまして皆様、ありがとうございます。よろしくお願いいたします。はい、で先ほどからですね、ちょっとループの音声を流させていただいておりましたが、ちょっと北海道の皆さん、鈴木直道知事がなんかこう男前だし苦労人で頑張り屋さんの若い政治家だと、すごいいい人だと思っておられる方がちょっと多くないですかねと。それ多分違うんで、それは大丈夫ですかと、いうことを今日お伝えする、外見デモでございます。で、先ほど何人かのスピーカーでマイクを代わりながら約1時間程度こちらで街頭アピールデモを行っていただきます。途中でシュプレヒコールなどもやってみたいと思います。先ほど申し上げましたように、本日は鈴木直道知事が、実は皆さんの知らないところで悪事を働いてるんですけど、みんな大丈夫ですかと。でその中で大きいのがですね、私たち反創価学会運動というのをやっているんですけれども、統一教会と同じように創価学会というのはカルト宗教なんですけど、そう思ってない人が実は多いというのは、創価学会の方が統一教会より危険な存在だということなんですが、鈴木直道知事を知事にしたのが、創価学会ですね。はい、そしてもう一つ大きいのが、鈴木直道知事の後援会長、ニトリの会長のニトリ会長、ニトリ会長は中国共産党にものすごく洗脳されてしまってまして、中国の、共産党の機関紙である人民日報にも出て、もう中国は素晴らしい国だと言っているのがニトリの会長なわけですが、そのニトリの会長と一緒に今回知事になられたのが鈴木直道知事ですね。で今北海道で何が起こっているかというと、昔以上に中国の人たちに土地が買われている。日本有数にこの北海道では中国の資本に土地が買われている。しかもなぜか自衛隊の基地の周りとかで土地がバンバン買われている。これ偶然でしょうか、鈴木直道知事と。私たちが今日、訴えておりますのは、鈴木直道知事を知事にするためにですね、創価学会がものすごく動きました。また、鈴木直道知事の後ろに、中国共産党の影がありますよねと、親中派の人たちがたくさんいますよねと、自民党の親中派の二階さんともすごく親しく、また親中派の筆頭閣である、元総理大臣の菅さんとも、非常に懇意であると。鈴木直道知事を知事にしたのは、自民党でいうと最も尽力したのは菅元総理である。今回はですね、
北海道の皆さんがあんまり今みたいなことってどうですかね、知らない人が多いと思うんです。ここの道をですね、通りがかっている人は休日なのでそんなに多くないと思いますが、本日はインターネットでも、私配信させていただいております。何万人かの人が、これを見てくれると思いますので、この動画を、この凱旋をきっかけにですね、鈴木直道知事がなんか見かけ上はすごい爽やかな政治家のように皆さん思っておられますけど、本当にそれはそうなんですかと、大丈夫なんですかと、私たちが知っている、いや鈴木直道知事ってこういうスキャンダルとか危険なところがありますよと、特にその創価学会がものすごく応援してるじゃないですかとか、中国共産党とすごく親しそうにいろいろされるじゃないですかということに関しまして、北海道の皆さんに特に考えていただくきっかけになればと思いまして、本日この場をお借りいたしまして、街頭活動、デモ活動を行わせていただきたいと思います。それではまず、マイクを代わりますのが、新しい国民の運動の理事かつ、日美会日本の未来を取り戻す会の代表の、杉田隼人にマイクを代わります。翼の組織運動本部長、日美会代表の杉田隼人と申します。今鈴木直道さんの支援に創価学会が入っていると、僕は反創価の運動の中心にやっています。いかに創価学会が危険な団体でカルト宗教かをご説明しようと思います。皆さん、創価学会という宗教団体がどんな宗教団体か知っていますか？多分そんなに今は表立って悪事を働いているような宗教団体ではありません。しかしこの令和、平成の後半まで何をしていたかというと、なんと呪いの儀式をしていたのです。創価学会というカルト宗教は仏壇に名前を書く、対象の仏敵、仏の敵と書いて仏敵と認定した人間の名前を書いて、集団で組織的に呪いの儀式をやっているのが創価学会です。特別招待会という呪いの儀式をしています。相手の名前を書いて仏壇に名前を書いて呪う、そしてそれを会館などでの集団で呪っているんです。そんなカルト宗教が与党に入り、この鈴木直道さんを支援している、これは大変危険なことだと思います。そして創価学会員たちは自分たちの都合の悪い人間に対し嫌がらせ、付きまとい、そういったことをして摘発されることもなく、公明党が存在して警察の中枢に創価学会が入り込んでいるので嫌がらせも没入している、そういった団体が創価学会です。統一教会も高額献金問題で山上さんがああいった事件を起こしましたが、後に創価学会もこのようなことを被害者が起こす可能性もある十分なカルト宗教です。で、鈴木さんは山口のなっちゃんとも仲良く写真を写り、どうしようもないと思います。聞いてますか、道庁の中人たち、創価学会はクソカルト宗教ですから、そんな人たちの支援を受けて政治家になること自体が僕は問題だと思っております。僕からは簡単には以上です。私はですね、北海道と札幌、そして二鳥会長のつながりについてお話をさせていただきたいと思います。この北海道、500万人以上の人口がおります。そして北海道の人口の約半分以下、若干半分以下切れるぐらいでございます。この200万人、札幌市、北海道の税金の半分以下、若干半分以下を納税しております。この札幌市と札幌市の市長、秋元市長、そしてこの北海道庁の知事、鈴木知事、これはこの2人はニトリの会長の後援会長でございます。北海道庁も古いですよね。そして北海道庁、そして札幌市、
札幌市役所古いんです。建て替えてる必要なんです。そして札幌市は NHK の札幌放送局、旧札幌放送局の跡地を札幌市役所にしたい。そしてそうすると札幌市役所、今の現庁舎空きますよね。そこにこの北海道庁の仮庁舎を移転したいんです。そうすることによってここ建て替えができますよね。つまりこれって札幌市も北海道庁もズブズブにつながっている。そして秋元市長、そして鈴木知事もニトリの秋元さんが後援会長でございます。実は秋元市長は札幌の新小鳥に自宅がございます。しかしながらニトリの会長が住んでいる北口のマンション、そこの同じマンションに札幌市長も住んでおります。仮住まいをしております。そしてこのニトリの会長、千歳空港のところ、千歳空港の脇に別荘がございます。ここの別荘群を管理しているのはニトリの子会社でございます。つまり黒川さんがおっしゃった通りでございます。ニトリの会長、中国とつながっているということは、札幌市長もその可能性がかなり高いのではないかと私は思っております。また北海道、そして札幌市、オリンピックの問題がございました。オリンピック開催の是非、これ北海道も関係しているにもかかわらず、北海道は札幌市の問題だから、そして札幌市は北海道にも問題があるとおっしゃってました。一体これどこに問題があるのか、私も議会にも何度も陳情を出させていただきました。どこに行っても責任のあるなすりつけでした。そして札幌市役所、札幌市議会には立憲民主、そして自民党、公明党、その住民投票をやりましょうと言っても一切反対をしてきました。その札幌市長、そして北海道庁の鈴木知事、しっかりと中国とつながっている。こんな北海道だから、北海道変わらないんです。札幌変わらないんです。皆さん、札幌市、そして北海道を変えていくために、やはり黒川さんのような方が必要でございます。ぜひ皆様、黒川さん応援してください。そして皆様、北海道を守っていきましょう。よろしくお願いいたします。シュプレヒコール鈴木直道は創価学会とズブズブだぞ。よし、いい感じになってきましたね。はい、じゃあ2つ目いきます。鈴木直道は中国共産党とズブズブだぞ。鈴木直道は中国共産党とズブズブだぞ。鈴木の後援会長、ニトリの会長は中国の手先だぞ。長いね。じゃあニトリの会長は中国の手先だぞに、ちょっと一旦縮めさせていただきたいと思います。はい、ニトリの会長は中国の手先だぞ。ニトリの会長は中国の手先だぞ。ニトリの会長は中国の手先だぞ。北海道の土地を中国に売り渡すな。
北海道の土地を中国に売り渡すな。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 百年記念塔を再建せよ。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 北海道民は鈴木知事に騙されないで。北海道民北海道民は鈴木知事に騙されないで。北海道民は鈴木知事に騙されないで。それではもう一度マイクを持たせていただきます。マサの党の代表かつ、新しい国民の運動の、理事の黒川敦彦でございます。ありがとうございます。で、まあ、冒頭も申し上げましたし、ムッキーさんとかもつないでいただきました。今日は、鈴木直道知事が皆さんが思っているような人じゃ多分ないですと、少なくてもいろんな、明らかに、まあ、北海道のためにならないことをしている、でもですね、なんかこう見かけ上きれいで人気がある人で危ない人って世の中に結構いるんですよ。結構いる。まあ、ちょっと西のことなんであれかもしれないんですけども、大阪府知事の吉村知事とかもですね、まさに、見かけ上すごい人気があるけれども、やってることめちゃくちゃという代表格の方でございますが、私も今回、まあ、北海道の友人の皆さんからですね、いろんな情報を聞いて、改めて、鈴木知事のことを調べましたら、これは、かなりひどい部類に入っていると思います。日本有数に私は危険な知事だと思っております。で、何が危険かと、今日のまあテーマの大きなテーマである、まあそもそも鈴木知事を知事にしたのは、創価学会と中国共産党であると、私はもうそう思っております。で、こう一般の方におかれましては、なんか、いやそこまでじゃないよねと、いうふうに思われるかもしれませんが、まず鈴木知事がですね、こう出世してくるその流れ、まあ、鈴木知事も最初からですね、別になんかその今の創価学会や中国共産党の手先であったわけではないと思うんです。しかし、まあ、世の中ですね、例えば自民党であったとしても、創価学会であったとしても、中国共産党であったとしても、自分たちの言いなりになって動いてくれる人を常に探しているんです。そりゃそうです。その反旗を翻されたら困るわけですね。そもそも、まあ、今の与党は自民党公明党ですから、自民党公明党に反旗を翻される人では困るわけです。でも、そもそもですね、今自民公明の世の中になってですね、地方の人たちはものすごく衰退していってるし、疲弊していってるんです。で、北海道は特にですね、例えばJR の廃線問題、これ多分日本で一番深刻な状況にあるという地域でございますけれども、まあ、JR だけではなくて、いろんな社会インフラがやっぱり広いですから、維持が難しいわけですよ。そうなってくると、その20世紀に、まあ、日本は勢いがあって、20世紀にもっと GDP や経済力が増えるはずだという前提でいろんなものを作ったんですけど、今残念ながら、まあ、もう経済発展正直していないとなってですね、維持ができなくなっている。その、最もやっぱり厳しい状態にあるのが今の北海道だと思います。で、結局、今自民党公明党がやってきたことといえばですね、まあ、別にその JR の廃線問題なんかを取り立てて、北海道民のために何か真剣に考えるわけではなく、また、まさにその、この鈴木知事がやってきた、鈴木知事が夕張市時代にやってきた JR の廃線問題に関して、鈴木知事は攻めの廃線をすると
という評価を受けているわけです。もちろんそのお金が限られてますから、その全部が全部で、20世紀のようにインフラをその維持していくことは難しいかもしれないんですが、結局その鈴木知事たちがやったことというのは、道民の、いろんな意見を聞いたりすることもなく、どちらかというと中央政府や JR の中央の、意向によってですね、不採算ラインはどんどん切りたいわけです。やめにしたいわけです。それを真っ先に攻めの敗戦と言ってやった人です。これが自民公明が結局やってることだっていうのを北海道の皆さんも分かっていただきたい。自民党公明党がやってることというのは、東京に今全てが一極集中になってですね、東京は潤ってるんです。で、地方はどんどん衰退していって、衰退していくとですね、コストの方が多いんです。そうすると今とりあえず地方の例えば、コンパクトシティというような言われ方をしてますけど、なるべく中心に中心に物を集めたい、端っこにあるものは切り捨てたい、これが今の自民公明が考えている基本的な考え方です。この考えを推し進めてくれる人を知事にしたいわけで、その中で私は最も先鋭的な強硬的な一人が鈴木知事です。彼に与えられているミッションは、北海道で無駄な予算を使わないこと。要するにこれです。だって JR の攻めの敗戦ってそういうことです。これ JR だけでないですよ。これから全てにおいてなっていきますよ。で、彼がまさに鈴木知事が夕張でやったことって何やったんですか。まず私も調べましたよ今回。彼何やったんですか、夕張で。何もやってないですよ。何もやってないどころか、夕張は財政破綻して以降人口が減り続け、人が減り続け、税収が下がり続け、もはや自治体として維持ができないようなレベルに多分なってきています。何もしていないにもかかわらず、皆さんのイメージはなんか鈴木知事ってすごい頑張った人って言われてますよね。これ少なくても客観的に見て夕張で彼は何もしていません。でもまさにこの自民党公明党がやってほしいことっていうのは、これ夕張でやったことなんですよ。黙って死んでくれっていう話ですね。夕張の人とかが騒いで町を復興するぞとかって燃え上がってもらっても困るんですよ。黙っといて、もう夕張の人も、ああもううち財政破綻したからもうしょうがないんだってみんなが思って、いやもう年寄りも多いし、まあでも俺ら10年後に死ぬしな、このまんまそっとしとこってやってほしいんですよ。じゃあどうなるかっていうと、中央政府としては地方交付税交付金が減ってほしいんですよ。地方に行くお金減ってほしいんですよ。これまさに鈴木知事が夕張でやったことですよね。夕張っていう自治体が基本的にはもうなくなろうとしてるじゃないですか。いや財政破綻したらそれは問題ですよ。問題ですけど、財政破綻した地域を復興できるようにしてあげるのが東京とか中央にいる政府の人間のやるべきことです。それ一つもやらなかったわけですよ。これどこが夕張で頑張った頑張り屋さんの政治家ですか。これ本当に違いますから。で、夕張でやったことの、仕事の中でですね、マウント冷水というリゾートグループ、リゾート施設を中国のファンドに売って2億円で売りました。中国のファンドに売ったら、それをさらに、香港のファンドに転売して、そのファンドは10億円儲けて、最終的にそのリゾート施設ごと頓挫しました。倒産しました。で、最初に2億円で売却するときに、2億円で売却する対価として人の雇用を継続してくれ、また観光投資をしっかりやってそこに人が来れるようにしてくれ、だから2億円で売りますよって売りました。でもその後何にもやらずにファンドに転売して、その間に入った金融屋が儲けて、さらにリゾート施設ごと倒産してます。今も動いてません。私もまだちょっと不勉強なところはあるんですけど、
やっぱり北海道の観光資源の中で、まあ、スキーとか雪っていうのは観光資源として明確にあるわけで、夕張地域のその雪質っていうのは非常に高い、評価が高いです。もし夕張地域を復興しようと思うんだったら、例えば政府と掛け合って、だって政府の人たちと仲良かったんでしょ、鈴木知事、めちゃめちゃ仲良かったんですよね、あなた。そしたら政府の人と掛け合って予算引っ張ってきて夕張を復興、例えば観光で何かもっとそのまあ売り上げが上がったり、地域の経済効果があるようなことを、いや、やれたんじゃないですか。やれたと思いますよ。私はやれるのにもやらなかったということだと思いますよ。最初から決まってたんです、政府の中では。あ、鈴木君、ここでね、なんかちょっとうまいことやってね、適当にやったふりをしてもらったらね、その後君はね、こっちへ出世するんだよということじゃないですか。いや、私は本当にそうだと思いますよ。で、鈴木さんが夕張市長時代に、まあ、年収が250万円だったと言って、すごい苦労人なんですっていうストーリーを作らせながら、後ろ側でそれで講演会とかセミナーとかやって、講演料がなんか年間4、600万円入ってきて、まあ、その総理大臣と比べたらね、年収は低いかもしれませんけれども、まあ、夕張に住んでいたらおそらく都会に住んでるよりはこう生活費も低いんですから、その講演料で1公演あたり何十万とかってもらってる人はですね、あんまりなんか苦労人の、私お金がないんですっていう人ではないですよね、一般的に。一般社会通念上、それはどちらかというとそこそこ儲けてる人です。だから明らかにその苦労人っていうそのまあイメージが作られていき、そして2019年の道知事選に出るわけですよ。で、出るときにはその後ろにバッチリ創価学会がつき、その当時、菅さんとか、二階さんとか自民党の親中派の中鎮たちがつき、そして鈴木、知事の後援会長にニトリの会長がなり、で、この後ご説明いたしますけど、どう見てもニトリの会長はもう中国はもう世界のリーダーであるべきだということを未だに言っている。まあ、親中を通り越して、まあ、中国の手先なんだろうと私たちは思うわけです。そういう人が鈴木知事を推して知事になりましたと。これ多分その夕張市長をやってた後半ぐらいからですね、いや、もう次は道知事に持っていくよみたいなことを計画してですね、で、政府ともうまくやりながら、財務省とかともうまくやりながら、これは変になんか夕張にお金をかけないようにして、総務省もなんか変に総務省の顔は潰れないけど予算は持っていかれないようにっていうことを私はやったんだろうと思います。で、創価学会が鈴木知事が知事になる時の選挙でめちゃめちゃ応援するわけです。で、当時の、現場を知る人たちが、まあ、いろんな証言をしたりして、それが記事になっている中ではですね、2000人の集会が開かれて、創価学会の集会が開かれて、2000人の前で鈴木さんは、私はこんなに苦学生だった、苦労人だった、母親も離婚してシングルマザーで大変だったんだ、私は頑張ったんだっていう話をして、2000人の創価学会が泣いたと。で、これは鈴木知事を応援しなければならないってなって、やっぱ宗教の人たちですから、みんなが一生懸命になって票を集めて知事になったと。で、当然自民党は自民党の方で票を集めている。で、こうやって知事が生まれるんですから、じゃあやっぱり創価学会というのはですね、力を持ち続けて、で、皆さんもあんまり気づいておられないかもしれませんけど、常に創価学会は国土交通大臣をやってるわけですね。創価学会系の建築企業にはやっぱり利益誘導がされてるとしか思えないんです。で、北海道知事も創価学会が生み出しましたって言ったら、ちょっとぜひ皆さんもちゃんと調べていただきたいんですけど、このね、北海道の中で行われている建築業の中での利権がですね、やっぱりそれは創価学会系企業に一定流れてると思いますよ。その一定どころじゃなく、私は流れてるんじゃないかと危惧するわけです。
でもやっぱりそれは知事と創価学会が非常に結託してたらですね、みんなもそういう声上げられないんですよ。でそうやって利権が生まれて、利権を持っている人は潤う、利権を持っていない人はどんどん干上がっていく。で札幌はまだいいかもしれないけど、北海道の中でまあ夕張までとは言わなくても財政的に厳しい自治体が非常に多いわけです。全国有数にこの市町村がこれからどうなっていくか、非常に、課題の多い北海道において、札幌はいいんだけど札幌以外の人たちにはお金がどんどん回らない。もうその北海道知事と札幌市長と創価学会と自民党の一部とかでですね、これその人たちのところにお金が流れてくるようにやっぱり設計されていると思います。そのためにわざわざ創価学会の人たちは自分たちの手駒になってくれる鈴木知事を知事にしたんですよね。で私はそのような状況であっては世の中は本当に良くならないと。創価学会がやっていることはですね、なんか宗教が何だって言いますけれども、結局のところ創価学会の幹部がですね、まあ公開されてないですけど、トップクラスの幹部は年収が3000万とか5000万あるだろうと言われています。で創価学会の資産はおそらく30兆円ぐらいあると言われています。これ実際に直接創価学会の中にいた人たちから私も直接聞いたことがあります。ちなみに週刊誌のダイヤモンドが、まあ、告発記事を出した20年近く前に出した15年かな前に出した時に10兆円以上はあると当時の幹部が答えていました。ですから今それが増えてですね、創価学会の総資産が30兆円ぐらいあっても私はおかしくないと思っています。それだけのお金を貧しい、どちらかというと貧しい信者の人もたくさんいる中で、その人たちにお金集めや票集めをやらせておいて、創価学会の本部は資産30兆円ぐらい持っている。でも宗教法人は会計報告の義務がないから会計報告もされません。で国土交通大臣は常に創価学会が務め、創価学会系の建築会社がやっぱりなんか受注してますよねという話がある。でもそれがさらに宗教法人だから会計は明らかにならない。そのお金が自民党と公明党の中で結局のところうまくロンダリングされているんじゃないかと思われてもしょうがないから、私は何度も創価学会の皆さん宛にですね、会計報告をしなさいよということは申し上げています。まあ、おそらく死んでもしたくないと思いますけれども、結局のところ統一教会の問題でもですね、結局お金なんです。宗教って宗教を語って人々からお金を集める、で既得権益者と一緒になって既得権益を作っていく、そのために政治っていうのは重要なものなんです。で皆さんが思っている以上に政府や行政が持っているお金の量、予算って日本ではとても大きい、とても大きいので、やっぱりその利権を持っている人たちがですね、日本を動かしちゃってます。その動かしちゃってる大きな中枢の一つが創価学会です。でもその創価学会の人たちは池田大作さんのために仕事をしてますから、その北海道庁にお勤めの公務員の方も、公明党に所属されている方も、国民や道民のために仕事をしているんじゃなくて、それは池田大作氏のために仕事をしている。だからそこに歪みが出てくるということです。そんな人たちに支援されて北海道知事になった鈴木知事がしかもその後の仕事っぷりを見ている限りですね、道民のことを思っているとは到底思えません。先ほど夕張市長時代に何もやってないですよねと申し上げましたけど、今度逆に知事になって、まあ、1期務められて今2期ちょっと入ったところですけど、何
しました。多分何にもしてないですよ。これ何にもしてないどころか100年記念塔をぶっ壊したとか、なんかそのやってほしくないことばっかりやってると私は理解しております。で、本当に大事なテーマからは常に逃げていると。例えば原発の再稼働の問題とかも、まあ再度明らかにしない。で、JR の廃線問題についても再度明らかにしない。で、重要なことからは逃げるわけですね。やっぱり結局知事になっても何にもやってないわけです。で、何にもやってないどころか、もう一つの大きな話として、いや、鈴木直道知事の後援会長のニトリの会長が中国共産党をあまりに賛美するわけです。まあこれはニトリがビジネス上中国との付き合いが非常に長くて、おそらく中国共産党側からものすごい接待や歓待を受けたんでしょう、受けてきたんでしょう。で、中国は素晴らしいと、やっぱ洗脳されていると思います。で、そのニトリの会長が、不動産事業とかもやって、千歳の自衛隊の付近になんか中国人向けのリゾート地とかを開発して分譲したり、そんなことをしているわけです。で、さらに断るためにニトリの会長は中国こそ世界のリーダーだと、でそんな話をその中国共産党の機関紙である人民日報にまで出てする。なかなか日本の経営者で今時ですね、人民日報に出て中国は世界のリーダーだとまで言う人も少ないですよ、さすがに。今だってアメリカと中国がちょっと揉めてるしっていうこともあって、また中国がやっぱいろんな面で軍事的にも日本の脅威になってきている今においてですね、それあんまりその中国を手放しにその賛美する経営陣っていうのはですね、日本でも非常に少なくなってます。少なくなっている、多分筆頭格がニトリの会長のニトリさんですよ。でも少なくなってるということは、これ中国共産党側からしたらですね、これもう絶対にニトリ昭雄は自分の手駒として離さないってなるじゃないですか。で、そのニトリ昭雄さんが生み出したのが鈴木直道ですよ。じゃあこれもう中国共産党としても、何が何でもこれ鈴木知事の周りにはですね、自分たちのエージェントを配置してちょっとでも中国にいい方向に向かうようにですね、やっていこうとなるわけですよ。で、これ日本有数に親中派の知事だと思いますよ。いや、だからこそ今中国で、北海道で中国の資本家の人たちがたくさん土地を買っているっていう問題があるわけじゃないですか。でもこれがこのまんま続くと、まあ軍事的にもやっぱりそのいきなり中央に攻め込めないから、沖縄とか九州とか北海道とかにやっぱり中国の資本家とか、あと私は軍事的な勢力も意図的に入ってきていると思います。で、自衛隊の周りに中国の資本家の人が土地を買っていると、しかもそれを日本として禁止する法律がまあない、まあなくも一応土地規制法は採択され法律でなったんですけれども、まあこれも創価学会の圧力によって骨抜きになったわけです。これは明確に調べていただいたら分かりますが、土地規制法がいやもっとその外国資本に厳しく、例えば自衛隊の基地の周りを、外国資本が買えないようにとか当然すべきだった。で、他の国でもですね、土地が買えない国というのも別にあるわけです。貸すとか、また規制をするとかっていうのは他の国でも当然にやっているにもかかわらず、この日本でですね、今、外国勢力に土地が買われていることがすでに問題になっている日本で、土地規制法を、自民党のどちらかというと右派が通そうとしたときに、公明党が最もそれにブレーキをかけた。で、彼らはなんかその自由を阻害するんだみたいなことを言いましたが、私はそもそも創価学会が親中勢力であるから、また親韓国勢力であるからそのようなことを言っているんだと思います。
で昔よりは創価学会も表立っては言わなくなりましたけれども、彼らこそがその中国とのパイプ役に自分たちがなるなっているとずっと言ってきたわけです。そして実際に今も創価学会とその中国の勢力というのはおそらく、かなり近いところで、連携してきている、結託している。そもそも創価学会と中国も近い。で鈴木直道知事はその中国に応援もされていて、創価学会からも応援されていて、自民党の中の親中勢力により強く応援されている。これは偶然ではありません。私たちの国は残念ながら戦争に負けましたので、戦後今77年も経っているのにもかかわらず、やっぱり一番の影響を受けているのはアメリカなわけです。やはりアメリカの言いなりであると。また思い出していただきたいのは、中国も連合国側だ、戦勝国側だということなんです。そして日本において、これはまあ私個人の意見でございますけれども、中国とアメリカはある程度結託をして日本の中で利権を作っていると思っております。おそらく喧嘩してないんです、そこは。で、例えば一番わかりやすいのが、ファーウェイの危機、中国の通信会社のファーウェイございますけれども、アメリカは軍事的な理由でファーウェイの機器を、アメリカから排除いたしました。特に政府中枢からは排除するということがもう3年ぐらい前ですね、決定して、そうなりました。じゃあ日本はどうですかというと、政府はファーウェイの機器を全く禁止する気配がありません。これ本当にアメリカ側の属国であって、アメリカが軍事的な理由で、日本に対してですね、高い期待を持っているんなら、おそらく日本からもファーウェイの機器を排除しようとなったと思います。私はこれは分かって、この辺ぐらいまでは中国の利権者に日本でやってもいいよと、この辺はアメリカがやりますよっていうことをある程度、まあ、線引きをしてやってきていると思っております。もちろんその全部が全部、きれいにいきませんから、利害が衝突することはあろうかと思いますが、アメリカと中国も、まあ、特に、最近揉めている、まあ、私は言って揉めている風だと思っていますけれども、それまではアメリカと中国は本当にべったりくっついて、経済を回してきた。で今も、アメリカの資本家は中国でたくさんのビジネスをやっているし、でアメリカが本当に中国を潰そうと思うんであれば、中国のドル決済を本気で止めれば一撃で中国経済は崩壊しますから。でもそんなことをするとアメリカ経済も吹き飛ぶのでできないし、まあ、ある程度中国ともうまくやっていこうと、すでにアメリカも、まあ、今もそう思っているわけです。でその中国とアメリカに最も挟まれているのが日本であり、で自民党の中にもアメリカの勢力も入ってきて、中国の勢力も入ってきて、非常に複雑な状態にあるわけです。そんな中で東京から最も遠いエリアの一つである北海道で、中国共産党や中国の勢力が知事に加担しているように見えるというのは本当に恐ろしいことだし、それだけではなくて、先ほどから申し上げましたが、鈴木知事をなんかものすごいいい人のように、まあ、イメージを作り上げてきて大変に人気がありますが、いや現実夕張市長時代、また、知事になってから鈴木さんは何をしたんですかということなんです。はい、本当に何もしていません。そういうことを冷静に考えていただいてですね、北海道民の皆さんはもうなんか上辺の鈴木知事、なんか苦労人で頑張ってるらしいねみたいなイメージに騙されないでいただきたいですし、ただなかなか自民公明以外の他の国政政党も、期待できない、信用できないという情勢にございますし、ちょっと話が長くなるのでこの話はまたの機会にいたしたいですが、まあ、北海道は、野党左翼勢力も非常に強く、
まあ、その、中枢にあるのが自治労でございますけれども、まあ、この自治労とか労働組合の影響による、またその左翼勢力の問題というのにも、まあ、北海道は対峙しているわけで、私は自民公明でもその野党でもない立ち位置でずっと活動してまいりましたけれども、私たちのようなですね、立ち位置の人たちが、もっと冷静にですね、いろんなことを勉強し、また、いろんな、一般の方々も巻き込んでですね、着実に、政治的なことや社会問題というのを、皆さんに広めていける状態を作る必要があると、切に切に思っております。思っておりますので、私も、まあ、そう何回も来れませんけれども、ゴールデンウィークの緊急事態条項デモ行進に過ぎまして、北海道にこの度また来させていただきました。で、私たちですね、こういう活動をやっておりますのは、定期的に何かの機会に集まってですね、少しずつ仲良くなっていけば、それが必ず社会を変える原動力になっていくと思っておりますので、で、まあ、どうしてもいろんな情報は、まあ、東京とか関東中心に集まってしまいまして、まあ、私たちも今は、まあ、関東に住んでおりますけれども、やっぱり地方の方がですね大事なんです。いわゆる関東って1都3県なんですけど、1都3県以外に住んでいる人の方が日本人の多分7割ぐらいいるわけです。それが逆に東京中心に物を決めるということ自体がやはり日本を悪くしていると思います。私も、四国の愛媛県出身でございまして、まあ、どちらかというと地方で、育ってきた人間です。もちろん東京は東京でそんなもんなくなりはしませんけれども、何から何でもこう東京で決まる、東京が決める、で東京のやつらの息のかかったやつがですね、全部東京で決めたことを押し付けに来るというのは、これこそ変えないといけないと思っておりますので、私もまた来させていただきたいと思いますので、このような運動を、まあ、北海道でも一緒に続けていけたらと思います。そしたら最後にですね、さっきのシュプレヒコールをもう一度やらせていただきまして、こちらの場の凱旋を終了とさせていただきます。あ、ちなみにすいません、この後、そうだ、もう一つ、15時から、創価学会北海道文化会館前、合ってるかな、合ってます。で、こちらは創価解散の、凱旋をやらせていただきます。よろしければそちらの方にもご参加いただけると嬉しいです。多分そっちから参加するという方もいらっしゃると思いますし、まあ、ここだけで買えるという方も残念ながらいらっしゃるかもしれませんが、よろしければぜひ、そちらの方もお越しいただけたらと思います。それではシュプレヒコールを、もう一回やってみたいと思います。シュプレヒコール鈴木直道は創価学会とズブズブだぞ。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 鈴木直道は中国共産党とズブズブだぞ。鈴木直道は中国共産党とズブズブだぞ。鈴木直道は中国共産党とズブズブだぞ。ズブズブだぞ。ニトリの会長は中国の手先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 だぞ。北海道の土地を中国に売り渡すな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 。
100年記念塔を再建せよ。100年記念塔を再建せよ。100年記念塔を再建せよ。北海道民は鈴木知事に騙されないで。北海道民は鈴木知事に騙されないで。北海道民は鈴木知事に騙されないで。ありがとうございました。喋ることかぶっちゃうんで今回あんま喋んなかったですけど。あ、そういうことね。はい、創価学会です。創価学会のやつら覚えてろよ、後で。はい、創価学会北海道も来たよ。じゃあ終わります。一旦終わります。ありがとうござい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 ます。